あなたがもし古代の聖書の時代に生きていたらおそららく王のの権威の下で暮らしていたことでししょうそして古代の王の多くは自分たちは神だと主張し自分のことを神神のの化身つままり神の形だと言っていましたそれは民に何かを建築するなど命令する権威があったということでしたそして善と悪を自分で定義することも彼らは自分たちの像を作ることもよくありました。 それらはヘブル語で「セレム」といい「偶像」または「形」と訳されていますでもイスラエルは自分たちの王を「神」とはみなしませんでしたそれだけでなく「神」を目に見える形にすることも禁じられていましたこれは当時の文化の中では非常に珍しいことでしたイスラエル人は創造主である神を作られたものの形に落とし込むことはできないと考えていたのですそしてもう一つあります 神がすでにご自分の形のものを作られたから人は神の形を作ってはいけないのですいつ作られたんですか聖書の一番始めを見てみましょうまず登場するのは神です神こそが全世界の権威者でした神が言葉を発すると全て作られたものが従ったんですそして神が善と悪を定義しましたつまり神だけが唯一の王だったんです 次に驚くべきことに神は創造の頂点として人間を作り彼ら全員を神の形と呼びましたじゃあ全ての人間に世界を治める権威を与えたんですかそうですその後神は人間に世界を支配し治めるように言いましたそれは王たちに限られた仕事でしたが聖書はこれが人間全ての仕事だと言っているのですこれは当時の世界では革命的な宣言でした 何しろ誰もが世界を治めるという人類に与えられたビジョンに加えられるというのですからでも僕たちはどうやって世界を治めればいいんですか創世記によれば庭作りによってです庭作りはい庭作りです土地を耕しその潜在能力を活かしそこからより多くの新しいものを生み出すんです食べ物を育てるということそれだけではなく人を育て 家族を作り、それが社会に発展しますそこでは働いて互いに世話をし合い商売や町を築いていきその営みを新しい場所へとどんどん広げていくのですつまり世界を治めるというのは働くことや何か作り出すという日常的な行為なんですねはい、世界を未来へと導くんですこれが人類に与えられた神聖な役割なんですそれは素晴らしいことだと思うし 実際人間は良いものを作り出してきましたが一方で苦しみや不正を生み出すものもたくさん作ってしまいましただから本当は世界を治めるべきじゃないんじゃないかな聖書はそれについても触れています創世記で神は人間に世界の治め方について選択権を与えました与えられた権威を神の定義する善に従って他者の益のために使うのかあるいは神に背を向け 自分たち自自身で善と悪を定義し自分たちの利益のために権威を使うのか彼らは自分たちで善悪を定義する方を選びましたそれが聖書のの描く人間の現状です私たちは時には驚くほど良いことができますがしばしば志は良くても自己中心的に振る舞って悪を生み出してしまうんです私たちは残念なことばかりする二流の統治者なんですね。 でも話はここでは終わりません。聖書を読み進めていくと神がイエスを通してご自分を人間に結びつけて全ての問題が解決したと言っていますイエスは人間としての真の治め方を示してくださいましたどう治めたんですかイエスは人に仕え<あ>他者の最善を求めご自分を彼らの下に置きご自分の友ばかりか敵までも愛することによって世界を治めました それはは普通の納め方ではありませんねそれだけでなくイエスは人間のめちゃくちゃな納め方のせいで生じたそしてそれらをその身に引き受けて殺されることに甘んじましたそこで「新約聖書」の著者たちがイエスのよみがえりについて振り返る時彼らはそこに人類のための新しい未来を見たんですイエスは人間の新しい在り方を示したんですね。 だからイエスは神の形、あるいは新しい人間と呼ばれるんです。それだけでなく、イエスの聖なる命と力は、私たちを癒し、作り変えて、私たちの命と力になるのです。それはすごいけど、具体的にどうなるんですか使徒パウロは、イエスの臨在と霊によって生じる愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、 誠実、入話、自制に満たされることだと言っていますこれが神が私たちの中に形作りたいと願っている新しい人間ですこのようにして私たちは神の形が回復した人間になり与えられたプロジェクトを進めていくことができるんですそしてこれが聖書のエンディングにもつながります神が王座に着くとしもべたちがその周りを取り囲み 彼らが新しい世界を治めイエスが彼らを癒し導きながら未知の領域に踏み出していくのです。